飯能市役所インフォメーションをお送りします。山林等での有害鳥獣捕獲を実施します。野生動物による農作物被害が多発しています。飯能市では被害防止対策の一つとして山林等でのハンターによる有害鳥獣捕獲を実施しています。市民の皆様には引き続き自己防衛の強化をしていただくとともに、捕獲のためハンターが付近の山林などに立ち入る場合がありますので、ご理解ご協力をお願いします。また山林の手入れなどで山に入る方は目立つ色の衣服の着用や音の出る鈴などを身につけてください。捕獲期間は令和5年2月16日木曜日から令和5年11月14日火曜日です。捕獲対象となる鳥獣はイノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ハクビシン、アナグマ、タヌキ、アライグマです。捕獲方法及び対象地区をご説明します。銃及び罠の捕獲対象地区はご覧の通りです。それ以外の地区では罠のみの捕獲を実施しています。捕獲従事者は飯能猟友会、東京都猟友会青梅支部です。ご不明点はご覧の鳥獣被害対策室へお問い合わせください。防災行政無線による全国一斉の情報伝達訓練を実施します。飯能市では平常時及び災害発生時の情報伝達体制を確保し、市民の安全を守ることを目的に防災行政無線を整備しています。地震や武力攻撃などの発生に備えて飯能市内131箇所の防災行政無線屋外スピーカーで全国瞬時警報システム J アラートの訓練放送を行います。 J アラートとは緊急地震速報や弾道ミサイル情報などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステムです。情報伝達訓練の日時は2月15日水曜日11時ごろを予定しています。放送内容はご覧の通りです。お問い合わせはご覧の防災危機管理室へお願いします。確定申告についてのお知らせです。はじめに申告が必要な方についてご案内します。所得税の確定申告をした方は市民税・県民税の申告は原則必要ありません。市民税・県民税の申告が必要な方はご覧の通りです。所得税の確定申告が必要な方はご覧の通りです。
飯能市内の会場で申告できる方はご覧の通りです。続いて申告の受付日時、会場、予約方法についてご案内します。市民税、県民税の申告期間は3月15日水曜日までで、受付場所は市民税課です。所得税の確定申告は飯能市役所本庁舎5階501会議室で、日程によって事前予約制または先着順で受け付けます。事前予約制で申告する際の申告受付日時はご覧の通りです。予約は電子申請で受け付けます。電子申請の場合は3月1日水曜日までに飯能市ホームページから予約してください。平日の先着順での申告受付日時、受付方法はご覧の通りです。日曜会長日の先着順での受付日時、受付方法はご覧の通りです。1日あたりの人数制限を設けているため、事前予約または先着順による当日の発券が上限人数に達した場合、該当する期日の受付は終了しますので注意してください。続いて所沢税務署からのお知らせです。所沢税務署の申告受付日時はご覧の通りです。年金所得者にかかる確定申告不要制度についてご説明します。公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありません。なお、確定申告の必要がない場合でも、所得税の還付を受けるには確定申告書を提出する必要があります。また、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の医療費控除、生命保険料控除などを市民税・県民税に反映させるには、市民税・県民税の申告が必要です。ご不明点のお問い合わせは、市民税・県民税の申告については市民税課、所得税の確定申告については所沢税務署へお願いします。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。